ドラム缶はでも足りてるよね。空のドラム缶結構あったでしょ、さっき。ここあるよね、いっぱい。ロボがちょっと浮いてきた。空のドラム缶。300にするじゃあ。はい。300。全部か。ほい、結構駅置いたな。はい、300で、いや空になったな。お、全然 OK だわ。う、やっぱじゃあ原油取る量少ねえな、これ。原油足りてないね。でフィルターに関してはここ多分出し口のとこだよね。5000個以下になったら動くだ。あ、これはまあいいんじゃないか。とするとやはりもう少し足りないのではないだろうか、原油の取る量が。足りないだと。あ、ロボット浮いてきた、やっと。落ち着いたかな、上のやつ。石炭。これ止めてんだったらもう完全に無駄だよね、これ。よし、やめよう。多分一回まるっと取ってやり直すことになると思いますが、これは。一個の原発でなんかまとめてやれるようになりゃいいね。多分できんじゃないかな、これ。こんな感じで。一個の原発で蒸気を賄えるっていうか。さあ、動いてるね。よかった。よかったよかった。動いてる動いてる。あ、来てる来てる来てる。水が来ぬ。そりゃ来ないさ。こういうのがあったか。この辺は水が来ぬ。水は出すのが遅い。いや、全然来ねえな。これか。やっぱこれ必要か。前提条件だよな、もうもはや。ああ、すごで、水はどうだい。行くね。あ、行くね。全部行くね。はい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 。こう行ってる。行ってるね。ピンクも来てるね。素晴らしいよ。で、あとは詰め込むのが間に合えば OK。いいんじゃない？おう、落ち着いてきたね、やっと。はい。おっと？おっと？ロボットがねえぞ。あれ？ロボット。はい。あ、ギリギリぴったり入ってないやつ。マジかい。はい。撃ってなかったね、火炎放射。オッケーオッケー、ここオッケーです。こっちいいんじゃねえかな。良さそう。おー、6000で余ってきた。はあ、なんかまたカチカチ動いてんね。なんだ俺。あ、出し切れてないからその時だけ出すんだ。まだ出すのが早いんだ、俺。そっか、これまだ奥まで行けるってことだね。やろうと思えば。あれ？あ、固形燃料も十分みたいだ。アクティブ。あれ？何のアクティブ？カランドルム缶か。
で、これは一箱分作ればいいっていうやつでやってんだよな。そうそうそう。だからフィルターとかなしです。液体関連はあとは？あ、で、この辺ではいらねえのか。軽油？軽油をプロパンに、石油ガスに変えるやつあれだから、これがいらないんだよね、もうね。取っちまうか。はい。ここまで。取っちまいます。はい。まあ、これも結構苦労しておいたんだけどね。さらばです。はい。足りない？もしかして、こんだけ取っちゃうと。ここ全部そうだね。どうかな？プロパンで石油ガス、いや、あるな。一回取っちゃうか。どの道、これいらなくて、やるとしてもこれを2列だもんね。まずこれは取っちゃおう。で、減っていくかどうかを見極めよう。で、重油軽油もいらねえのか。これだもんね。あれ？あ、そうだよ。重油軽油、これ、はい。あ、そこそこそこ。この、省エネの緑が入ってるから、なんか、違うものに見えたわ。こっから。はい。取っちゃう。これも取っちゃう。取っちゃう。はい、ズバッといっちゃう。ロボステとかやばいかもしれない。そしたら、間が、隙間ができたら、まあこれだね。石油、石炭分解をやんないとね。原油取りか。まだ足んない。増えてないよね。はい。ドラム缶関連を、一律で見たいもんだが、ドラム缶関連って生産に入んのかな？ないね。ここで見れねえんだ。あ、流体か。わかんねえ。ドラム缶換算しかしてないからわかんねえ。これは生産量、消費量、ははは。10分単位？一番使う消費量が激しいのがこれなんだよな。あ、超えてんね、今のところ、生産の方が。どっかで止まるはずだ。軽油。軽油も生産の方が多い。水はもうあった分使ってる。で、原油も余るぐらいが本当にいいんだよな。やっぱ負けてるね。原油が134キロミニッツ ?1 時間で134K、13万リットル、わかんねえけど。まあでも、生産量の方が少ないってのはまずいんで、もう一個いきやるか。あるね、油性。よし、じゃあですね、次の油性を置きに行こう。どこがいいかね、これ置いてないんだよね、まだね。こことここじゃね、これいけるでしょ。この駅使ってねえな。下かな？いやー。まあ、とりあえず行こう。ほい。あ、で、あれ、あとあれか。その石油ガスが足りてるかどうかを今見たい。減ってってる？これが減ってってくと問題。増えてってんね。プラスチックで使ってっけど、それより、あれ、硫酸がなんか一瞬全く消えてたね。まあ大丈夫かな？行こう。大丈夫っぽい。石油ガスね。うわ。ほぼない。うわー。こんな状態なんだ。で、液とかどうしようね。これと、そのレールは何？あ、あれか、ロボステ範囲外だから、取ってくんなかったんだ。
いやー、ないねー。コンクリの仮置き、これロボステがないんだな。わかったわかった。まあまあ、それはまた余裕が出たらやろう。今はあれだね、こう取っちゃっていいでしょ。これなしにして、ポンプじゃなくてタンクをこう、タンク車、はい、これです。おのれ、はいよ。どうしようかな。3に確か入ってんだっけ。はい、これか。はい、こんな感じ。上向きにするか。右向き、上向き、これでいいんじゃないか。で、駅がそこ、そのアームたちいらねえ。あ、これオルト D か。オルト D ちょっと押しにくい。はい、オルト D か。それになれれば、この解体プランナー入れとく必要がないんだけど、でもフィルターか。フィルターかからんよね、これ。右クリックしてもダメだな。やっぱこれ使えた方がいいもんね。やっぱり赤プランナー入れとくべきか。という結論に達しました。はい。で、コピー。こんな感じ？ペストで、まあ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 、ここ、何時、行かないよねこれ。怖いな、行かないよね。もちろん行かないわ。何時、それか。これであとは電源を入れれば OK。 よろしく。動いてない。で、あとはこれをここに持ってくれば OK。 なかなかスムーズじゃないか。電気、電気、電気、同じ？入ってってます。あとはこっち、ないね。シフト1だね。はい、ちょっと遅くない？大丈夫？電気大丈夫？結構微妙なラインだったんだな、あれ。足りる足りないの差って。うわー、やだな。置けるか、大丈夫だね。ここは結構数が多い。ほい、下向き、左向きにやって感じ。ちょうどいいんじゃないこれ。はい、出すしかないか。こう、一個こっち、こんな感じ。こうで、くぐって、そこでくぐんの？上でくぐりたいね。こう、こうなって、
こっち。どうしようか。これダメだね。上向き、あ、いいじゃない。上向き、いいじゃない。いろいろ試した方がいいね。実際のところは。こうなって、こうなって、上向き？こうなって、下。下向き。ちゃう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 。Q を押してからじゃないんだ。こう。あら、そんな感じ。はい。こんな感じ。こいつか。下向きでいける？いけないやつ。どこで混ぜるかだね。ここでいいか。あ、ダメか。あっと、これ密着じゃダメなのか。こうなるのか。はい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 。これで下に行く。下、左、上。上だな。はいはいはい。あとこいつ上か。こうです。で、あとはそこに混ぜれば OK。 ここが、ちょちょちょ、あれなくなった、また。そうか、ロボットは？そうか。これと？ほい。こうです。信号じゃなくて、中型は2に入ってんのか。2。はい。あれ通じてない電気。あれなんでだ。え、なんで動いてない。あ、動き始めたか。あ、これか。はい、なんか変だぞこれ。そこは違うな。はい、これも出てねえな。下じゃダメなんだな。やべ、発泡塞がるじゃんこれ。あら、上でいいかい。違う。6。はい、さあこれで動いたかな。シフトの3ね。ここからいこう。この辺かな。うん、ドアは突っ切りたくないよね。シフト1の2。はい、これは電気。はい、まあ、この間取ってこよう。これでいいか。ここに入れましょう。ほい、ここ届く。6、 OK。 入ってる、来てます、溜まっていかない、来てます、全然少ない、ほぼほぼ満タン。あ、やっぱいっぱいになるまで結構時間がかかるんだね。当たり前か。で、動いてないやつ向こうから見るか。動いてないやつ全員動いてます。優秀です。こっち。
動いたね、やつ。全員動いてんね、優秀です。向こうはどうだろうね。動いてないです。満タンか。ここなんか溜まるの早い気がするね。電車動いてるよね。来た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 。多分タンクを空にして今戻っていってるので、ルート、そんなルートになっちゃうんだ。そっかそっか。オイル大変だな、やっぱ行くの。こことかつなげた方がいいかもね。やっとのことで戻ってくる。そっか。それもあってオイル遅いのかもね。多少関係がありそう。いやー、できて、あら、即行ったぞあいつ。なんだ、満タンになったらじゃねえの。あら、なんだ今の。インベントリが満杯になったらオイル液を出る。え、満杯でしょ。あ、こっちの殻やってないんだ。これで殻になってねえんだ、アホだ。貨物車両の空になったら四ツ谷のオイルアウトを出発ってのやってなかったんだ。理解した。これ他もやってねえかもな。そんなことねえと思うけど、ここに止まる列車の中で空オッケーだ、大丈夫だね。これはなんだ、これはいいよ。あ、あ、これ逆になってんのか。空、オッケーオッケー。これ多分いらない。満タンにしよう、満タン。貨物車両が満杯で、他のもやるか。これいいでしょ。満杯。はい。満杯と空。満杯と、おお、結構早いね、空になるの。空になった、発車。いいよ、いいよ、これだよ、これ。狙ってたのは。これがいらない。満杯と、空。満杯、空。満杯、空。はいはいはい。OK です。で、ここのやつも動いている、動いていて、設定をしようか。こいつだ。満タンになった、満タンになったね。燃料入れまして、駅名だ、オイル2で。ちょっと雑になってきたな。オイル2、オイル、はい、2が満タンになったら出る。で、四ツ谷のオイルアウトで空になったら出る。はい、自動いった、素晴らしい。これ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 、いいんじゃないか。さて、あとは壊れたね今ね。どこだろう。あとはスピードモジュールか。待とう。で、ドラム缶のバランスと、鉄板、あ、銅板消えたね。あー、いいんじゃない。あ、重油減ってきたね。いいんじゃない。うん、すげえ減ったね、一気に。8万あったんだけど。あ、原油、増えてきた。あれ、俺、あそこにフィルターかけてんじゃねえのかい？出し続けてるね、なんか。あれ、5万にしたっけ、あれ。5万だと貯蔵ちょっと足んないんじゃないか。あとは銅板か。次回それだな。銅鉱石も消えたんでしょう、きっと。
ああ、ランク外だ。同鉱石ゼロです。ついに来てしまったね、この時がね。あら、電気電気。あれ、よくないね。で、重油じゃない、原油原油。ほい。これもか。原油？溜まってきた。26,000。あ、でも5万溜まるようになってんのか。設定5万か、これだから。あ、50件、そうか、5万か。俺5000だと思ってたわ。さあ、というところで、そこそこのバランスになったのかわからない。また様子を見つつって感じだ。ロケット、1300発か。とりあえず5桁行きたいけどさ、5桁まであと何時間かかるんだろうね。さあ、ということで、ロボットどう？おお、7000台浮いてる。今回はここまでにいたしましょう。次回、原油足りてんで、まあまあ、そこら辺のバランスを見つつ、石炭分解の仕組み変える？なんかいらないかもしんないけど。っていうのを次回やりたいと思います。今回はここまで。それではまた。